ってね、はい、どうもやっと始まったね。こんにちは。ひなたと一緒にガンプラを作る配信です。イエーイ、はい、最高だぜ。おー、あ、タピオカだタピオカだアイコ取りに行ってくるよ。なんだっけ番号、え、7422だっけ。7472 俺に任せろ、うん、7472合ってた、合ってた、7472です、7472。こんなのないんだけど。え、こんな書いてなかったよね。こんなのないんだけど。7472って答えたらお兄さん笑顔で帰ってったわ。あ、そう。7472って言ったら笑顔で帰ってった。あ、え、かぶった。何？ソニックかぶった。おいおいおい、こんな確率ですかぶるかね。ユニフォーム気になったのなんかあった？ん？なんだって？ユニフォーム。なんかさ、デザインナイフでさ、それ。勢いよくやろうぜ。ちょっとさ、こう安定志向のおじさんがよ。せっかくやからさ、ユニフォームの感想聞こうぜ。うん。高谷のあの写真何なの？あのなんか微妙な顔のやつ。風林火山さんから出てる高谷ちゃんの、うん、あの4人で並んでる写真がありますね。あって、そこを押すとユニフォームの新情報のページに飛ぶってやつが、あ、ナイスパイ、ありがとう。ありがとう。そう書いてある。そこの高谷の顔がマジでなんかこうか。やって、やらせてもらって。どういう顔なの？二人の顔してて。ん？こんな感じ変な顔してる。なんかめちゃくちゃさ、飲み焼きの二人めちゃくちゃ美人で可愛くて笑顔しときなのにさ、その右側にいる高谷がさ、みたいな。あれ、写真なんであれなんだろうね。なんだろう。どら焼きについてだって。どら焼きについて。シルベーヌみたいな食べますでしょ、うん、いや私は結構なんか色的なイメージはキリンさんみたいだなと思ってたの。縦縞ってさ、うん、なかなかなかったもんね。そう、縦縞なんてないよ、うん、なかなか。でもさ、サッカーっぽくないですか、うち海外の、うん、サッカーチームっぽくない？なんか確かになんとなくわかる。だからなんか見慣れたらかっこいいんですよ、うん、なんかね、もっとね、着る前はみんなめちゃくちゃあのブサイクになるのかなと思ってたんですけど、うん、着てみたら意外と、え、もう見慣れてきたみたいな感じになったんで今日ね、みんな出てさ1時間ちょっとじゃない。まあそうね、そうだからまだ体がほら、まだ馴染んでないけど、うん、なんとなくね、そうそうそう、明日か明後日見てみ、うん、あ、もうええー、ええー、やんって思えると思います多分。意外といいかもしれない。そんなもんです、あんなのは。そうね。だからちょっと、あそこで出たね、ビーストさんね。うん。迷彩だったね。はい。ガンプラッチャー。私はゲルググ。あなたは何？私はファースト。ファーストはパーツ少ないから、高いと多分瞬間で終わっちゃう。そうだね。でも今日は塗装もしたいから。塗装もするんですね。うん。え、あるら？あの武器。武器なんかサーベルがある。サーベル、ライトサーベル。これはさ、銀に塗っちゃったらおしまいだよね。銀に塗らないアイテムだよね。うん。タピオカ美味しいよ。私がね、飲みたいって言って、タカヤちゃんがね、ウーバーしてくれてね。はい、ここにお金置いたから。ちゃんと、はい、お金払ってる、ここに。ただで飲んでない。ちゃんと金払って飲んだからね。何でもたかってないよ。タカヤだけに。え、何それ、うまいこと言ったと思った。深夜のテンションだよね、もう。だって今日は楽しみでさ、私生きてきて、本当に。今日にかけた思いすごかったの、私。で、もう、タカヤと今日は、ガンプラやるって言って、家族のスケジュールにマイク入ってるから、旦那ももう本当よかったのと。明日はもう目いっぱい楽しんで、お仕事という名目でね、目いっぱい楽しんできなよって言われて。なかなかそんなことないんだけどね。そう、もうほんと、わかりましたって言って。ここ最近いろんな人とコラボもしたけど、今一番なんか高谷よりもガンプラに私は興奮してる。で、さっきもさ、見て本も買ったからさ、もうやる気マックスだよね。さあ、行くぜー。英語はできないよ。だってアルファベットまず覚えるわ。うん。私こう見えてね、英語ダメなのよ。で、A から並べとくね。A の次 B だよね。え？A の次は B だよ。B2 があるリーグだってなってる。B2 リーグになってる。うわ、めっちゃ興奮すんじゃん。B1 だって。今、一個 B2 リーグ所属落ちたから。うん。言わせんなよ、ほんとに。聞いてない、聞いてない。悲しいわ。明日リーグ戦だわ。そう、明日リーグ戦だろ。頑張ってよ。アイク、これ、このテンションで今日これいるじゃん。明日も明後日もリーグ戦なの。震えない？ OK、Google とかさ、書かれると、あ、もう反応したけど。うん、あ、ほんとだ。そう。すみません。うまく理解できませんでした。男の子なんだね。そう。うち女の子。女の子なの？うん。OK、Google。何歳なの？
私の年齢がいくつなのか気になりますか？だから聞いてるよ。ここで問題です。問題になってる。私は何歳でしょう？知らねえよ。私は何歳だと思いますか？しつこいな。で答えてください。数字、25。私の年齢を当ててみてください。数字でお答えください。言ったじゃねえか。23歳。なるほど、私は2016年生まれなのでだいぶ年上だと思われたようですね。経験豊富だと言われた気分です。まだまだ勉強中ですが、ここで一つ豆知識を披露しても良いですか？結構です。わかりました。お話できて楽しかったです。何くそれ。こんなこと喋るんだ。ちょっと、マジ。わかんないけど、愛子誰と今喋ってたの？ねえ、今、高谷んち来て、第3の、なんか、人材と今喋ってたんだけど、今なん、なんだったの？うちのグーグルさんと。一つ豆知識聞きたかった？いや、全然。ちょっと、怖かったっす。ねえ、怖いね。ちょっと怖かった。2016年って何歳なの？7歳じゃない。あんな太い声出る？何歳？声変わり早かった。早かった。あんなに喋るやつだと思わなかった。高谷ちゃんがプラモデルの配信するもっと前から愛子はプラモデルの配信をしてるんですよ。ガンプラの。うん。なんなら高谷ちゃんは愛子の真似してるんですよ。あ、そうだな。まあでも、他にもやってる人いっぱいいるからな。アイコのが先やったの。うん。だって俺まだコロナ禍は、まだやってないもんね。やってない。YouTube をやってない。だから私的にはもうガンプラ自体はこれもう今日で8体目ぐらいです。結構やってます。8体目。8体目。結構やってるね。うん、結構やってる。でも、うん、その、高谷ちゃんみたいにこうやってお家にさ、おしゃれに飾るとか、こういうカラー剤とかは持ってないから、うん、もう先輩だと思ってる。高谷ちゃんの。あいこにもすごい人だと思ってる。これは森川ジョージ先生ですね。本物？多分本物かな？私の憧れのジョージ先生、本物？ですね。すごくない？え？ありがとうございます。すごくない？我々の。ちょっと今から住所読んで来てくれませんか。先生。一緒にやりましょうよ、ガンプラ。え、先生もガンプラやる派？いやいや、このテンションはきっとやってくれるってことでしょ。楽しみにしてくれてるってことは。マジで。絶対手先器用だから絶対うまくやってくれるよ。本当だ。ここでさ、住所言ってさ、来たい人来てもらおうよ。え？俺んちの住所？放送で言ってさ、うん、来たい人来てもらおうよ。来たい人来てもらおう。どういうこと？いや、そういう意味だよ。いっぱい集まっちゃうぜ。え、でもわかんないよ。誰も来ないかもしれない。誰も来ないかもしれないけどね。私さ、お酒がさ、弱くて。イメージないもんね、飲んでる。それさ、あれでしょ？知ってるからでしょ？何を？私がお酒普段飲まないっていうのは、高いちゃん知ってるから、うん、そう見えるだけで、多分、うん、一般の人は、あいつ常に酔ってんじゃねえかなと思ってると思うの。あのテンションはって。そう。だって変じゃん。自分で言うの嫌だけどさ、変じゃん。だってさ、今何番やってる？ん？今ここ。1のさ、ダイバートじゃん、これ。あいこ今1の、これでも1やってる、ね。頭。嘘でしょ。まだ痩せてるから。終わらんよ、これ。ボディが。あ、もう早すぎる。ボディが。待って。おぉ、綺麗だね。いや、早すぎるよ。それで、本当に愛せるのかって話だから。いや本当に。愛せるでしょうよ。それであなたは、この子を愛せるのかって話になるから。だいぶいけるいける。これを今、1400人が見てんの？どういう状況で？今日みんな休みなの？